古代の日本列島には私たちの知らない国が存在したかもしれません。ようこそ、ナビゲーターのルカです。今も存在する国の中で世界最古の国をご存知でしょうか？中国？それともエジプト？実は正解は日本です。中国もエジプトも同じ地理上に国が栄えたり滅んだりを繰り返しているので、国として連綿と続いているとは言い難いのです。そういう意味では、今もなお続いている国で一番古いのは日本ということになり、世界最古の王家が存在する国としてギネスブックにも認定されています。現存する世界最古の国である日本ですが、実は古代においては別の国が存在していたのではないかと言われています。それは北上の国と呼ばれ、さまざまな文献や伝承に残されていながらも、その正体は謎に包まれているようです。そこで今回は、北上の国と呼ばれる謎の古代文明についてご紹介しながら、その正体に迫っていこうと思います。歴史に潜む謎の国、北上の国。最初に北上の国らしき存在が登場するのは、日本最古の史書の一つ、日本書紀です。そこには竹の内の宿根の景行天皇への報告として、都から遠く離れた北上の国は広大で肥沃な土地であり、恵比氏という非常に強い人々が住んでいると伝えたと記載されています。恵比氏は男女とも土のような形に髪の毛を結い、体には入れ墨を入れていて、大和朝廷に従わぬ人々でした。それゆえ恵比氏討伐のためにたびたび軍隊が派遣されることになりますが、その征伐軍の長が征夷大将軍という役職で、武家における最高位という意味を持つようになりました。それほどまでに恵比氏が大きな存在だったことを意味するわけですが、では北上の国がどこにあったかというと、詳しいことは分かっていません。一説によると、大和朝廷に負けず劣らずの立派な都を有した広大な国だったといいます。日本書紀の中では、東国政党において大和武尊が陸奥を通って北上の国へ向かい、恵比氏を平定すると日立を経由して帰ってきたと書かれています。当時の陸奥の北端は今でいう宮城県松島にあたります。その先には石巻がありますが、そこには北上川の河口があります。一説によると、北上の国は北上川流域にあったとも言われますが、これは北上が北上に転じたのではないかという推測によるものです。日本書紀の記述通りなら、陸奥の先に北上の国があるわけですから、北上川から向こうが北上の国である可能性は高いと思われます。陸奥の北端である松島を越えると、北上川の河口があり、そこから北上の国の半島が始まるという仮説は、石巻にある神社の名前でもわかります。その名もズバリ北上神社と言います。大和武の統制の際に建立されたと伝えられているので、まさに石巻が北上の国の南端であることの証拠だと思われます。しかし日本書紀では大和武によって平定されたと記載があるものの、北上の国が完全に大和朝廷の支配下になったわけではないようです。事実、日本書紀はもちろん他の書物においても北上の国の記述はほとんどなく、石巻以北にあるという情報以外は北上の国の全貌はわからないまま現在に至ります。さらに謎が深まることには、平安時代中期に編纂された延喜式の中の大原への言葉の中で、大大和北上の国という言葉が出てきます。これは大大和である北上の国という意味で、地上に降臨したニニギの御事が大大和北上の国を安定した国になると見込んで治めたというのですが、大和朝廷に従わない民たちが住んでいる地が北上の国のはずなのに、神武天皇の祖父であるニニギの御事が治めたというのはどういうことなのでしょうか。日本書紀によると、ニニギの御事は天孫降臨した後、国を作るのに良い土地を求めて探し歩いたそうです。そして今でいう鹿児島の笠佐の宮という地に居を構えたと日本書紀にはありますが、実はもっと東にある北上の国に腰を落ち着けたのかもしれません。確かに
初代天皇である神武天皇は祖父である二荷の命から国を譲られたのでなく、九州の日向から統制して大和の国を平定して橿原に都を開きました。つまり二荷の命が開いた国イコール大和朝廷の大和の国ではないのです。これらのことから推測されるのは、北上の国は二荷の命が治めていた国であるがゆえに、その孫が開いた大和朝廷には従わないという立場を取ったのではないかということです。北上の国についてさらに興味深い記載が存在する書物がもう一つあります。それは発末伝という古史古伝の書です。では次に発末伝をご紹介しつつ、北上の民恵比氏とその文明の痕跡についてもお話ししていきましょう。恵比氏の超古代文明。発末伝とは江戸中期に写本が発見された書物ですが、原本は古事記や日本書紀よりも古いのではないかと言われています。というのも発末伝は神代文字で書かれているからです。発末伝という言葉自体が誠の中の誠の言い伝えという意味であり、その内容は日本の神話や日本の成り立ちが記されていて、一説には発末伝が元になって古事記や日本書紀が書かれたのではないかとさえ言われているそうです。その発末伝では、イザナギとイザナミは富士山でアマテラスを生んだと記されています。このように古事記や日本書紀とは違ったオルタナティブな神話が展開されるわけですが、イザナミの故郷として北上の国が登場します。古今東西、歴史書というのは時の権力者が自身の都合のいいように書き換えてきました。それゆえに古事記、日本書紀、発末伝は同じ日本の神話とそこから連なる日本という国の成り立ちを伝える書物でありながら、それぞれ微妙な違いが生じています。ただ日本書紀と発末伝に共通しているのは、神武天皇が大和朝廷を開く以前より奈良の地からはるか東の方に北上の国が存在したということです。そして北上の国は大和朝廷の軍門に下らず、独自の文化文明を築いてきました。祀ろわぬ民である恵比氏が住む北上の国はどのような文明だったのでしょうか。そのヒントは青森にあると言います。北上の国の最奥地であるがゆえに、大和朝廷の軍事関与が届かない地理環境の青森には、恵比氏による高度でユニークな文明が花開いていたといいます。青森で最も有名な古代遺跡といえば三内丸山遺跡です。その巨大で高度な建築技術は縄文時代の常識を覆したとも言われますが、それは既存の文化文明の潮流とは別の民が作ったからではないでしょうか。つまり北上の国の民恵比氏が作ったものと推測されるのです。青森には他にもいくつもの謎の遺跡が存在していて、例えば十和田湖の東20キロの地には大石神ピラミッドがあります。これは自然の山を利用したピラミッドで、山頂に巨石が配置されていて、方位石、京石、星座石、太陽石などと名付けられ、太陽信仰のための祭祀場ではないかと言われています。また鰺ヶ沢の沖合200メートルの海底には数キロにもわたる巨大な人工構造物が見つかっていて、海底遺跡として調査されているそうです。その海底遺跡から15キロ先には亀ヶ丘遺跡があり、有名な遮光器土偶が出土しています。さらに注目すべきは、青森には国内最大級のストーンヘンジがあることです。亀ヶ丘遺跡から西へ50キロ進むと青森市の小牧野遺跡があり、そこに2900個の石を三重構造に配置した環状列石があります。これまで述べてきたことから、恵比氏による超古代文明が高度なものであることが分かったと思いますが、一体彼らはどこから来たのでしょうか。北上の国の正体とは。ここで思い出してほしいのが、二荷の命が北上の国を治めていた可能性があるということです。そしてもう一つ、イザナミの故郷が北上の国だったと記した古書古伝の書があったということです。これはつまり、北上の国とは大和朝廷を開く前の天皇の祖先たちが治めた国だということではないでしょうか。この構図はちょうど天津神に国譲りした
国つかみが出雲に移ったのと同じです。大国主は出雲に移りましたし、武見中田は甲府に移りました。大和朝廷が開かれるのは出雲系の神様たちが国を譲ったからなのです。それに関して面白い情報があります。それは出雲と青森は方言がとても似ているということです。地理的には遠く離れている2つの地域の言葉が似通っていることに加えて、 HLA 遺伝子の地域的類似性の調査によると出雲と東北地方が似ているという結果が出ています。これらは超古代において出雲から東北へ大規模移民がされたという証拠ではないでしょうか。北上の国と大和朝廷はいわば本家と分家のような関係で、それゆえ長らく住み分けをしていたのかもしれません。また出雲系の民は龍蛇神を祀る傾向にあり、縄文土器にも蛇をかたどったものが数多く発掘されています。そして東北もまた龍神信仰が多い土地で、青森の十和田湖のほとりには龍神伝説のある十和田神社があります。龍神信仰から連想するのが爬虫類型ヒューマノイドエイリアンによる古代宇宙飛行施設です。ドラコニアンと呼ばれる龍のモデルになった宇宙人が超古代の日本に降り立ち、人々に様々なことを教え導いたという説があります。もしかしたらイザナミやニニギノミコトはドラコニアン、あるいはドラコニアンと人間とのハイブリッドだったという可能性もあります。最初は出雲にいたドラコニアンたちは、出雲の人々が一定の進歩を果たしたので、今度は東北に移って人々を教え導いていたのかもしれません。その痕跡が大石神ピラミッドでありストーンサークルなのではないでしょうか。北上の国の民であるエミシが体にタトゥーを入れていたというのも、崇拝するドラコニアンに似せるためだったという可能性もあります。そう考えると天孫降臨は文字通りドラコニアンが天空から降り立ったことを表しているのかもしれません。ただし古事記や日本書紀の時系列的には国譲りがあって天孫降臨があり、その次の次の世代である神武天皇が大和朝廷を開くという順番になります。この時系列のねじれは、先ほども述べたように為政者にとって都合のいい歴史が編纂されるという事例の一つだと思われます。大和朝廷の正当性を示すためにも、まずは国譲りがされて、それから神武天皇へと連なる天孫降臨があったと伝えなければならなかったのでしょう。出雲の神がドラコニアンかどうかは定かではありませんが、北上の国の正体は出雲の神とその信奉者たちがエミシと共に作ったオルタナティブカントリーだったというのが私のたどり着いた仮説です。異論反論あるかと思いますが、全く無視できるような根拠薄弱な仮説ではないと思うのですが、いかがでしょうか。いずれにせよ、今回ご紹介したように日本の神話と日本の成り立ちはまだまだ謎が秘められているということです。今後も日本の神話や歴史の謎について注目して調査を進めていこうと思います。